はい、どうも皆さん、こんにちは。今ちょっとね、何本か動画ね、2本ぐらいはね、アップロード中なんでね、その間に1本ちょっと動画撮ってるんで、もしかしたらね、エラーが起きて、アップロードちょっと遅れてしまったら申し訳ございません。で、昨日ね、綱島のラウンド1から、ちょっとね、横浜のラウンド1はしごして、で、何店舗かちょっとゲーセン行ったんですけど、それがね、ちょっとどっかに置きっぱなしにしてて、わからないんで、まずね、そもそも俺、YouTube 一応ね、ちゃんと始めたのが、今年の6月頃の頭だったんですよ。それまでね、確かにまあ俺 YouTube やりてえなと思ってたのが、ゲーセンがね、結構取れる自信があったんですよ。で、ちょっとこれ汚くて申し訳ないですけど、ちょっとこれね、俺の脱ぎっぱな服もあるんですけど、ちょっと今クローゼットが俺のゲーセンの物置部屋になってまして、もうこれほとんどね、ゲー品のゲーセンでも山積みにされてて、ほんと汚いんですけど、ちょっとその影響で家族に、ちょっとゲー品のマジでぬいぐるみとかフィギュア捨ててくんねって言われてしまいまして、今回ちょっと一部商品ね、まあちょっとこれからね、ゲーセンの、まあ、商品、一部ね、どんどんプレゼント価格の方にね、回していきたいんで、まあ、めんどくさいんでね、もうこのチャンネルの、ね、登録者で、一応コメントしてくれた方にします。で、一応ね、できればもうチャン、高評価もお願いいたします。なんか他の YouTuber でやっぱりね、チャンネル登録、高評価、お願いしますって言ってるんでね、まあ一応俺もちょっと便乗してね、チャンネル登録、高評価、まあチャンネル登録してくれてね、まあ、高評価は別に任意なんでね、まあ、そこは強制しませんが、まあ、できれば、チャンネル登録、高評価お願いして、してもらえて、できれば、コメント、してくださればいいかなと思います。で、ずいぶん前に俺、ラゾーナのゲーセン行ったときに、まあ、ラゾーナのゲーセンがナムコで、ピアのゲーセンがね、モアーズと、ダイスの地下1階。で、あとは、あれか。銀龍会の中に1店舗、なんかゲーセンがあるんですけど、今回はね、ダイスで取った景品がね、主かもしれません。まずこちら、ちょっと申し訳ございませんね。ドスンっていきます。よいしょ。ずいぶん前にラゾーナのゲーセンで、スターウォーズもこれ取ってきたんですけど、これちょっとあまりにも取りすぎて、俺、店員にね、機械の電源落とされちゃったんですよ。これ一応2種類のね、箱があるんですけど、一個ずつが台に置かれてまして、結構もう乱獲しましたら、まあ、店員にね、これ以上はちょっと勘弁してくださいって言われて、電源の台落とされちゃったんでね。申し訳ないんですけど。で、今回これとは別にね、俺が予備で取ったやつがあるんで、一応、それもちょっとね、お見せしますが。よいしょ。一応ね、下のパッケージが赤色と青色がございまして、で、上のパッケージが、日本犬のセットなんですよ。ちょっとパッケージ見にくいんでね、ちょっと向き変えましょうか。すいませんね、これ本当に重いんでね、これちょっとゴミ状態にね、紐に結ばれてたんですけど、一応こんな感じでね、赤色と青色の2本セットで、下側がね、赤色もしくは青色の十字架が入ってまして、一番下のスターウォーズの、こちらの方が、こっちがまず1番目で、上の2つがね、2番目にしたいと思います。その1番目が、まずこちらになります。なんか十字架でね、ボタンを押せば光るやつみたいなんですけど、まあこれ一応ね、今電源抜いて、俺の私物でね、よく子供と一緒にチャンバラして遊んでるやつなんですけど、友達の子供と一緒にね。まあそれが、2番か。一番下のやつですね。で、上2つのセットが、これがね、2本入りになってまして、ちょっとね、さっきの、セイバーのよりは、ちょっとね、これね、まあ長さがちょっとだけ短めなんですけど、これね、後ろにこの入り口とね、差し込み口がありまして、これを、こういうふうにね、つなげて1本にしてね、まあ約1メーターぐらい。まあ多分1メーターちょい、1メーターどれだろう。ちょっとね、そんぐらいの長いね、スターセーバーのおもちゃになるんでね。今回これが、一応ちょっとね、完全にね、未開封なんで、動作確認するかちょっとどうかもう俺もわかんないんで申し訳ないですけど、今回は、こちら。よいしょ。どこだっけ？ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。あ、こっちか。スターウォーズの十字架、これがまずね、1名様に、失礼、2本入りを1名様にプレゼントで、もう1個の2本入りのセットと、今回ね、これ運よく、下がまず青色、1点ずつ揃ってるんで、スターウォーズに関しましては、赤、青、であと、2本入りのやつ、これを3セットを1名様にプレゼント。で、もう1個の、2本セットをね、ちょっと申し訳ございませんがね、1名様にプレゼントと、します。で、その他が、ちょっと完全にね、これもゴミ袋に入ってしまってるんで、開けたら多分悲惨な目に遭うと思うんですけど、ちょっと
と出しましょうかね。袋切りてえな、ハサミハサミ。ちょっと今ね、袋開けたんで、ちょっと一気に出しますけど、リラックマのパンダ柄。ちょっとすいませんね、見にくくて。ちょっとお待ちください。よいしょ、あっ、うぜ。リラックマのパンダ柄、これが1個と、で、続きまして、キテレツ大百科のコロスケ、ちょっと顔でかいんですけど、キテレツ特大サイズ、クタッとぬいぐるみコロスケ全1種、一応ね、こんな感じの、超デカビッグサイズ、これがなんと、2個、よいしょ、あ、失礼、1個、2個。3個ございます。というわけでね、キテレツ大百科を、3名様で、ちょっと待ってね、ちょっと顔怖いんですけどね、キテレツ大百科を3名様と、これ、なんだっけ、リラックマのね、パンダ、これをね、1名様に、合計これは4名様にプレゼントといたします。ちょっと邪魔だな。キテレツでけえの、コロスケ。おっと、失礼しました。で、続きまして、こっちがね、多分、今回、ラウンド1で取ってきたと思うんですけど、プレゼントはね、今回ちょっと、こっちはね、2種になります。アライグマラスカルの、なんか変なクマに入ったやつと、配給の、なんかフィギュアでございます。これもね、一応1名様なんで、トータル1、2、3、4、5、6、7、8名様への、プレゼント企画となります。まあ、結構ね、ゲーセンの動画上げてる人はいるんですけど、まあ、そんなにプレゼント企画してる人少ないんでね、今回はちょっと、まあ、俺のね、一応チャンネルも、まあ、鉄道好きな、競馬ゲーセン依存症ということで、まあ、競馬に関してはね、稲村亜美の、サイン入り、クリアファイル、あれを1回プレゼント格に回して、あれか、回しまして、で、今までね、模型は何回か回してるんですけど、やっぱりね、ゲーセンのネタがね、俺今まで1回もないんで、まあ、まともなネタが。で、今回はね、とりあえず、一応ゲーセンでね、俺が取れてきた、ぬいぐるみとかフィギュア、だったね、おもちゃ、これをね、プレゼントいたします。で、ぬいぐるみとかフィギュアはいいんですけど、スターウォーズの方がね、ちょっと問題ございまして、対象年齢がね、6歳以上ってなってますんで、なるべくお子様の方にはね、お父様、お母様がね、当たっても、お子様と遊ぶ際はね、十分にちょっとね、ご注意ください。これ結構ね、当たったらね、痛いんですよね。まあ、一応なんかプラスチックでなんか色が光るようになってるんですけど、まあ、結構本当に当たったら痛いんだよね、これ。まあ、一応ね、スターウォーズ好きなお父さんとね、お子さんで遊んでもいいし、ぬいぐるみ好きなね、まあ、女の子が、部屋に飾ってもいいし、まあ俺正直言うと、芸能人の部屋で一番誰好きかって言った場合、みそのさんのね、ぬいぐるみのあの部屋、俺結構好きなんですよね。気色悪いこいつって思われたくないですけど。まあでも結構正直、ぬいぐるみ好きだし、で、サンリオとかね、ディズニー好きなんで、まあディズニーって言っても俺、なんだっけ、アナと雪男の城というプーさんとかね、あっち系好きなんで、これで、もう21歳にもなってこれで。結構うちね、フィギュアとかも結構多数あってね、本当にクローゼットくっそ汚いんでね。一回本当に部屋掃除して、動画撮れるようになってね、そっちの部屋で撮りたいんですけど、ちょっとね、模型も今ね、散らかっておりまして、足の踏み場がね、ない状態でして、ロクスプルパの DVD も今見れてないんで、ちょっと一回本当にね、今年のお正月、綺麗にお掃除して、で、模型部屋と、ぬいぐるみ、まあ、ちょっと本当にそれも紹介できるようにしてね、もう、多分100名様ぐらいね、プレゼントできるのかな、ぬいぐるみとかだけど、多分ゲーセン企画で。結構あるかな、ラブライブのいらないやつ。で、あれか、まあ俺、きちんとバイトしてたのが2年前なんで、確かね、辞めたのが去年の10月なんですよ。結婚しようとして辞めたし、チーフと漫画ないからついでに辞めちゃったんですけど、まあ、その結婚も結局ね、パーになったんですけど。結婚もしたくね。まあそれはいいとして、で、まあ、バイト辞めてから約半年か、半年はもう1年近くか。まあ、そのね、バイトしてる頃は結構、まあ、川崎の方でね、バイトしてたんで、川崎からまあ、ラゾーナ行って、で、よくね、バイト帰りにゲーセン行ってね、コナンのフィギュアだ、ラブライブのフィギュアだね、結構ね、乱獲してて、まだね、今、ラゾーナにもバウンドボールの設定あるんですけど、昔は、ゴールからちょっとね、まあ、2、3センチずれて置かれてて、2段にね、フィギュアとか重ねてたんですけど、あれをね、右だったら、右のアームギリギリで狙って、バウンドさせて落としたり、ボールに当てずに、機械の反動で。よくそれをやったら今もう、獲得口ギリギリね、景品が置かれるようになっちゃって、ロックスっぽね、取れなくなったね、ラゾーナのゲーセン。ほんとあそこね、悪徳なんでね、ゲーセンとしては。で、それもあるんだろうな、この辺のね、ゲーセン嫌いなんですよね。
と、例えで言うと、モアーズで言うと、キツネ目の変なクソババアでしょ。で、ダイスで言うと、背のちっちゃい、こちらもキツネ目のクソババアでしょ。まあ、顔見れば一発でわかるんですけどね。あれかな、モアーズでは、三つ足の機械の中に結構ね、フィギュアがいっぱいボンって入ってて、フィギュアじゃねえ、ぬいぐるみが。それも結構ね、乱獲したら全部で5袋かな。で、ラゾーナの方では、今はちょっとね、配置の仕方が変わっちゃって分かんなくなっちゃったんですけど、ラゾーナの方でも1回だけに、クッションとかラジコンとかがなんか一気に、三つ足の機械の中にドッと入ってて、あれも結構乱獲したら、7袋かな。結構7袋になってバスでね、持って帰るのクッソ悲惨だったんですけどね。まあ、運よく乗れたのが、前の動画で紹介した、イスズの新車だったんで、すっげえ荷物置き場がね、あれありがたいんですよね、イスズの新車は。本当に荷物置いとくだけは。まだそれもあるんで、どんどん紹介していきたいんでね、模型の方が。あとあれかな、ダイスの地下では、今ね、ダイスの地下行く人分かるんですけど、入り口入ってから右行ってメダルコーナー入る前に、でかいたこ焼きキャッチャーにね、今あれ確かワンプレイ200円だったんですけど、あれよくね、ワンプレイ100円の時に俺乱獲してて、で、1回だけね、なんだっけな、トイストーリーじゃねえ、スターウォーズじゃねえんだっけな、ハリーポッターか。ハリーポッターのネクタイがあったときに、ゴムが本当はね、置かれてなきゃいけないってやつだったんですけど、ゴムがなくて、でもワンプレイ100円でやってたらね、結局その景品も、2日後にはなくなって別の景品入ってて、で、アームもクソ悪いわ、ゴミもクソ悪いわね。まあだから、俺がね、一応ゲーセンの YouTuber さんに思うのが、動画にするのは悪くないと思うんですよ、正直視聴者がいれば。でも、それをね、動画に出すことによって、まあ例えばラウンド1なんかは、俺友達がね、ラウンド1で横浜でバイトしてるんで分かるんですけど、ラウンド1の動画が一回 YouTube に載せられちゃうと、なんか本部の方で、その YouTube かなんかの方を確認する部署かなんかがあるらしくて、本当かどうか分かんないですけど、じゃその人たちが確認して、で、その、ラウンド1の全国の店舗に一旦通達して、まあ、例えで言うと、なんだっけな、D リングを外すやつがあれば、その D リングが外せないように、移動制限かけたり、ちゃんと固定しろっていうのがあったり。結構ね、ラウンド1って YouTube に載せられるとね、一番対応が早いらしいんですよ。横浜なんかは一回、その、バイクが乱入したときに、まあ、その時その、俺の友達非番だったんでいなかったんですけど、結局だから、その、監視カメラの警備体制もちゃんと管理しなきゃいけなくなったし、あとは、カルパスとかのお菓子が、結構ね、100円でワンサか取れるようになると、機械のね、外側じゃなくて内側にね、傾くように設定しろとか、まあ結構ね、ひどくなったらしくて、ラウンド1は。だそういうのがあるんで、俺、極力プレイ動画はね、出さないようにしてるんですけど、まあでもね、一回ツイッターの方でね、メッセージ来たのが、なんか週末になると、まあたまにね、ゲーセン行くって方がいるんですけどね、まあちょっとゲーセンの場がね、俺、上げれてなくて申し訳ないっていうふうにね、一応まあメッセージお返ししたんですけど、まあだからね、今回はそういうのもあるんでね、ちょっとこれから、まあ、今年いっぱいまだと3ヶ月半あるんで、今年のね、3ヶ月半は、たまにね、いらないゲーセンのフィギュアかなんかをね、プレゼント企画にね、回したいと思いますんでね、ぜひご視聴ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。